エンドリック。静かだ。剣撃の響きが遠い。どうやら最後の戦いまで王とご一緒はできぬようです。諦めてはなりません。受け取りなさい、グエンドリン。私にはもう不要なものです。槍は敵をなぎ倒し、死体の山を築いた。王は、お父様は褒めてくださるに違いない。お父様はきっと。濡れているのは涙。優しい妹、どうか泣かないでおくれ。姉は誇り高く戦士として行くのだから。ここはひどく暗い。グエンドリン、あなたの顔も見えないぐらいに。姉様、長く寂しい思いはさせません。間もなくおそばに参ります。これは負け戦じゃ。いくらなんでも敵の数が多すぎる。あれが噂に聞いた黒い剣士か。死神と取引して強さを得たとか。なんとまがまがしい力じゃ。私が相手だ。姫、なりませぬ。早く殺すがいい。いつまで私を組み敷くつもりだ。もう引き返せ。この戦い勝敗は決した。これ以上は無駄死にになる。おー、ご無事でよかった。わしはてっきり今さら引くことなど。お待ちくだされ。あやつの言う通りじゃ。書を書いた軍に何ができましょう。Wow!
戻ったか、グエンドリン。王にご報告申し上げます。侵攻は我が軍の敗北に終わりました。敵方に予想外の増援部隊が到着し、戦況は膠着、消耗戦に陥り、数に劣る我が軍は劣勢を強いられたのです。ヴァルキューレ部隊は多くの犠牲を出しました。ショーであられた姉上も。グリゼルダのことは聞いておる。姉上は王のために最後まで誇りを持って戦われました。この槍はその時私に託されたものです。我が将兵の中でも最も勇敢で栄誉に包まれた戦士であった。槍はサイファーという特別な武器だ。戦場に漂う魔素を集めて敵を砕く力に変える。これからはお前が存分に振るうがいい。敵に再び攻勢をかける。今度はわしも打って出る。準備ができ次第出撃せよ。お父様、姉上に手向けるお言葉はそれだけなのでしょうか。言葉を尽くしてもグリゼルダの命は戻らぬであろう。感傷に浸る時ではないぞ。
皇女様、我が部隊は動けるもので再編成し、4部隊が出撃可能です。いつでもご命令を。あの戦闘で部隊は半数近くに、みんな死に急いでいる。おお、姫君、お教えせねば。その槍はサイファーという魔法の武器じゃ。我らドワーフが魔石を原料に技術の全てを注ぎお作りしたもの。保存という魔素を吸収し一気に放つ力を持っておる。必ずやあなた様に勝利をもたらしてくれましょうぞ。なんだ、グリゼルダが死んだのはあいつの進軍が早すぎたからだ。わしが間に合わなかったせいではないぞ。ブリガン将軍、我が国の英雄と呼ばれる男だが、お父様が許すのはいいことに最近はやりたい放題をしていると聞く。妖精の女王、あの性悪女め、ドラゴンを呼び寄せたらしいぞ。そんな恐ろしいもの、あの女こそ本当の妖魔じゃ。これは姫様、その槍の切っ先の軌跡は冥界にある魔石です。ご存知かな。危険を冒して魔石を手に入れることができるのは冥界を行き来できる偉大な魔法使い王大吾だけじゃ。魔石をいくらでも作り出せるあの結晶炉を手に入れれば、我が国に敵はなくなりましょう。姫、あの時は危なかったですな。黒い剣士は影のような悪魔の姿と聞きましたが、わしには人間のように見えました。なぜ姫を助けたのでしょうね。グエンドリン様、グリゼルダ様のこと残念です。どうかお心を強くお持ちください。ミリス、ありがとう。後でお部屋にお茶をお持ちいたしますわ。出入りさせてもらっている旅の行商人でございます。何かご入り用のものはありませんか。すぐに出撃する。みんなに伝えよ。姉様、戦いに出るのね。父の愛を得るために。いいえ、王国と誇りのために行くのです。たとえ戦場に散ろうとも、この国のものなら仕方のない運命。それがあなたを支える言い訳。叶わぬ寵愛を得ようと父へ赴くための。言わせておけば。私は影帽子。私があなたの真実の心。生まれて一度も愛されたことのないかわいそうな私。父のために命を散らしたところで、今までと同じに顧みられはしない。グリゼルダと同じように死ぬるだけ。やめて。この身を捧げてお仕えすれば、お父様はきっと愛してくださるわ。きっと。
は戦争とは関係ねえよ。ここで行商をやってるんだ。こういう血生臭い場所じゃ色々と物入りだぜ。ご報告申し上げます。魔王軍は全ての拠点を放棄、全兵力でもって我が本陣に攻め込んでまいりました。聖騎士が奮戦しておりますが、押し切られるのも時間の問題です。王大隠蔽、捨て身の作戦に出たか。伝令を、直ちに前線の兵を呼び戻し、魔王軍を背後からつける。こちらも総攻撃をかける。挟み撃ちにして殲滅してくれる。天佑は我が王にある。覚悟するがいい、妖魔の女王よ。剣王オーダインの娘グエンドリンがその見印をいただく。私を妖魔と呼ぶか。浅ましくも高顔な魔王の娘。援軍が間に合ったようだ。待っていたぞ、魔法使い。陛下、遅れて面目次第もあります。さあ来い、竜よ、忠実なベリアルよ。試してみようぞ。我らの守護竜を前にしても、お前が不遜な口を聞けるものか。お喜びください、オーダイン様。敵は次々と退却していきます。決着がついたようだ。ウリガンの部隊に残党を殲滅するように申し付けろ。我が軍の一兵卒に至るまで勝利を伝えよ。角笛を鳴らせ、勝ち時をあげようとな。さあ行け。王大尉様。そうだ、これだ。魔力の結晶炉、コルドロン。
長らく妖精どもの手にあった。見よ、この異様な光を放つ様を。ついにこの大団員のものとなった。どのような戦いにもこの力があれば勝利できよう。何事だ。なんということじゃ。光が、炉の火が消えてしもうた。お父様は、王はいずこに。王は結晶炉の前におられます。怪しい者、こんなところで何をしている。愚かな戦いが繰り返される。やはりコルドロンは最悪の源。これ以上結晶炉コルドロンは使わせません。お前たちに、妖精の女王にも。待て。